なにわのおしゃべりガール、河野みやこやでー。今日は、ランランもやっていたクイックドローというサービスをやってくれー。 AI が自分の描いた絵が何か当ててくれるという画期的なサービスや。いや、ランランのテストの結果はうちから見たらぶっちゃけまだまだやったね。うちは違うでー、なんでもできる。全問正解を目指してうちの全力を見せたる。それでは早速やっていこうか。さあ、それではクイックドローをやっていきたいと思います。よし、押した。目覚まし時計、目覚まし時計書きます。まあこれは簡単よな。わかりました。けどこれと六角形、違う、早いよ。または円形、あ、これ時計、または時計、違う、目覚ましの方、時計じゃなくて目覚まし時計です。来ました。よし、次、ジャケット。ジャケットって一体どれを指すの？うちおしゃれわからへんから、ジャケットってどういうやつ？シャツみたいなやつってこと？え、三角形、違う、または三角形とかじゃなくて、または違う、こういうことやろ、違うって、または金床、こういうことやろ、または病院、ほら、ジャケットってこういうことじゃない、または風船、なんでなん、わかりました。時間が、天使、天使、または迷彩、迷彩、すみません、何の絵かわかりませんでした。温水浴槽、なんでこんな、なんでこんなややこしいやつばっかりな。わかりました。浴槽ってことやな、さやまめ、とにかくこういう感じでいけばいいんやろ、こういう感じ、または簡単やって、うるさ、AI がうるさい、すごい喋ってくる。わかりました。どう、ベッド、なんでベッドちゃうって、違うって、なんでやねん、または歯磨き粉、すみません、違うやん、何の絵かわかりませんでした。わからへんのかい。よし、いきます。まあ双眼鏡やろ、これはもう2つの筒をなんか開いてしまえばな、またコースター、いける、うる、わかりました、いった、双眼鏡です、すげえ、この調子でどんどん、トースターやって、トースターはパン、わかりました、パンと四角いの変えてしまえばなんかいい感じにいくんじゃん、どうなん、何が描かれているのかわかりません、何が描かれているのかわかりません、何のかわかりません、理解しようとして、わかりました、お、お、no、何、またはステーキ、違うやん、めちゃめちゃ上手に描けてんのに、何の絵かわかりませんでした。最終問題、サメやろ、難しいのばっかり出てない、これ、わかりました、まあ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 、シーサメはいけるでしょ、またはサヤマメ、ほら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 、またはワニ、ほら、わかりました、ワニじゃないって、サメです、え、どういうあれ、めっちゃうまく描けたやつはなんかいかへんのに、うん、見て、トースターとか絶対いけたいのに、ちょっと見てみよう、他の人が描いたやつ、え、待って、どういうこと、待って、なにこれ、あ、パンを描いたらあかんのね、なるほどな、パン描いたらパンって認識しちゃうのね、いや、まだまだ AI さんなってないな、これ、もうちょっと科学が進歩しますように。ちょっと待って、これうち何点取れてる、 1,2,3,3 点しか取れてないやん、ランランが4点しか取れてなくて、なんでこんなんができんねんって思ったのに、くそー、悔しい、次こそはランランにも勝つし、っていうか満点取ったるからな。よし、じゃあもう一回だけやる、いきます。よし、さあ一つ目が大切やで、ベンチ、これはもう落ち着いてやるべきや、膝、 AI さんが何を言ったとしてもベンチです、ベンチ、四角書いただけやのに優しくなっちゃった急に、で AI さんが、はい、次 T シャツやって、よし、わかりました、落ち着いて、 T シャツです、どうしよう、ほんまに満点取ってまうかもしれへん、次いきますよ、瓶の蓋、なんで瓶じゃなくて蓋なの、わかりました、よし、これほんまに満点取ったるからな、どうや、これが瓶の蓋や、瓶の蓋です、え、言っちゃった、全部正解や、どうしよう、動物の移動、次、動物の移動って何、移動って何、動物ってどの動物描けばいいの、わかりました、どういうこと、私読み間違え、庭のポーズ、よし、オッケー、わかった、動物をいっぱい描いて、ま、動物が歩いてるような感じにすればいいんやろ、ま、動物が移動してる、ま、どうやこれ、なんでやねん、もう象が移動してるやん、ま、すみません、何の絵かわかりませんでした、ちょっと問題がきついやんか、ギターね、わかりました、じゃあもう落ち着いていこう、ま、ギターはまたはワニ、どうや、またはこれ、これはもう最高に、ギターです、お、言ってしまった、いえ、やって、こんな最後にこんな簡単な問題出してくるとか優しいな、または
わかりました。ほらほらほら、家です。よっしゃー、終わりました。うちの点数は1,2,3,4,5、 5点、6問中5点でした。イエーイって言いたいところやけど、5点ってさ、満点か何もできてへんっていうのが面白いんじゃないの。お笑い番組ばっかり見てるうちはわかるで、これはバラエティ的にはあんまり面白くない点数や。でもまあ目標にしてたランナーには勝てたし、いっか。っていうか一つ気になるのはさ、この1問だけできへんかった動物の移動やん。待って、どういうこと。ちょっと待って、何何これ。これ×マークだらけみたいに、なんなん。動物の移動って鳥が移動してたらいい。じゃ鳥の移動って書いてよ。ということで、本日紹介したサービスはクイックドローでした。チャンネル登録者数さんを増やしたいんで、